クのあるとても美味しいワインなんですが、実はこちら中国産のワインなんです。こちらのワインのお値段は日本円で3万5000円ほど。国際的な賞も多数受賞しているワイナリーの看板商品です。中国の内陸部に位置する寧夏回族自治区、人口の3割以上がイスラム教徒というこの自治区の重要な産業の一つがワインです。ガラン山の麓の広大な土地は昼と夜の寒暖の差が激しくて雨が少ないなど、ブドウの栽培にぴったりの条件が揃っています。建設中のものも含めるとワイナリーの数は228。中国全体の半分近い量のワインがこの地で製造されています。国際的に高い評価を受けるワイナリーも多く、あのムエーシャンドンも進出するなど、世界が注目するワインの産地に成長しています。ご覧のような近代的なワイン工場、その壁には視察に訪れた時の習近平氏の言葉が掲げられています。この20年で4回も寧夏を訪問したという習近平氏、どのワイナリーにも習氏の発言が掲げられ、中国のワインはやがて世界を驚かせると語った言葉は地域全体のスローガンになりました。しかし、かつてはワインブームに沸いた中国国内のワイン消費量はこの10年間減り続けていて、地元メディアによると今はピーク時の3分の1ほどしかありません。これまでほとんどが国内で消費されていた中国ワインは海外のマーケットに活路を見出そうとしています。中には実際に日本に輸出されている銘柄も。建設这个酒庄之初的时候定的战略就是需要去大力的拓管海外市场。中国现在非常需要一些酒庄走出去建立起来名牌。国家主席の旗振りで突き進む国策ワイン、思惑通り世界を席巻することになるのでしょうか。